大葉地留めは、セリ科の植物の一つ。地留め草に似て、葉が大きい。山林の陰地に生える。全体に柔らかく小柄な多年生草本。茎は細く伸びて、地面を這い、節ごとに根を出し、葉をつける。葉には、長い葉兵があり、葉は円形に近くて、径3から6センチメートル。円は、ごく浅くてのひら状に切れ込み、その円には、鈍い鏡子がある。葉表は、 緑色で、艶がなく、表面には、細かな毛が、まばらに出る。花をつける茎は、斜めに立って10から20センチメートルほどの、高さになる。夏から秋にかけ、この枝の溶液から花計を伸ばし、団子状の果樹を1から数個つける。花柄には、長短の差がある。果樹は、三型果樹が、登場に集まったもので、花は、緑白色。花形の先端では、 複数の果女がより集まる場合もある。名前は、大鉢千止めであり、千止め草に似て、葉が大きいことによる。本州から九州まで、国外では、東南アジア、東、アフリカ、オーストラリアに分布する。琉球列島では、奄美大島の湯安岳と徳之島の山上に稀に、産する。山林の樹下の湿ったところ、日陰に生える。本族の他の種が、平地の日向に生え、 往々にして雑草としてはびこるのに対して本種はそのような場所には見られない。日本には本属の種が6種知られるが本種は葉の大きさで一回り以上も大きく判別は容易である。異入種にはより葉の大きいものもあるが山林に出現するものはない。特に利害はない。以下、種として牧野の P434 さたけほか、 P277 初島 P450 ありがとうございます。